伊藤えは、日本将棋連盟所属の女流騎士。女流騎士番号は52。屋敷信之九段門下。東京都武蔵野市出身。伊藤え女流二段。2016年10月2日、騎士会宮城復興将棋フェスティバルにて、将棋を覚えたのは幼稚園の年長くらいの時。父が兄に教え、その兄から教わった。2004年。 小学5年で第29回小学生将棋名人戦に東京都多摩地区代表で出場 NHK 教育テレビジョンで放映される決勝大会に進出し準決勝で佐々木勇気に敗れて全国3位準決勝を戦った伊藤と佐々木は共に石田和夫の経営する将棋道場に通っていたこの年の小学生将棋名人戦には 他に3枚、道達也、長瀬拓也、斉藤慎太郎、佐々木大地、長瀬部公平、石川優太が代表選手として出場しており、女子の代表選手は伊藤のみであった。同年9月29日、10歳で関東奨励会に入会。10歳での奨励会入会は、女子では最年少記録である。2011年5月。 二級の時、里見かな女流三冠の奨励会編入試験において、加藤桃子、西山智香と共に対戦相手を務める。里見は、初戦で、加藤に敗れたが伊藤と西山に勝ち、一級での編入を決める。2011年7月17日の奨励会励会から6連勝し、8月24日の励会で一級に昇級。 ライバルの加藤より一歩早い昇級であった。その少し前の2011年5月27日、日本将棋連盟が、奨励会と女流騎士の重責に関する件についてを公表し、女性の奨励会員が女流棋戦にエントリーし、出場することは自由であるとしたことを受け、第5期マイナビ女子オープンと第1期女流王座戦に出場。うち、 第5期マイナビ女子オープンでは予選第6ブロック決勝で村田千穂女流二段に敗れて本戦出場を逃した。一方、第1期女流王座戦では予選を通過し2011年7月から始まった本戦では元タイトルホルダーの石橋幸夫を破るなどしてベスト4に進出。しかし9月21日の準決勝で 加藤桃子との奨励会一級同士の対決で、敗れた。なお、加藤は、決勝五番勝負でも、清水一様に勝ち、初代女流王座となった。2013年10月12日、第7回白、滝歩み配争奪戦に奨励会員として、初出場し、優勝した。2014年9月30日、日本将棋連盟から、伊藤が一級で、 奨励会を大会し、女流騎士に転校することが公表された。伊藤が、奨励会の年齢制限を迎える一週間前の、ことであった。本来は、奨励会二級以上で、大会の場合は、大会時の段級くらいでそのまま、女流騎士の資格を得るという規定に基づき女流一級となるが、伊藤は、第七期マイナビ女子オープンでベスト4。 1> 第1.34期ーハイ女流王座戦でベスト4入りしており、女流騎士商段級規定の女流初段の条件を満たしているため、2014年10月1日付で、関東所属の女流騎士初段となった。2015年度第5期女流王座戦は、第4期ベスト4入りによりシードされて本戦から、出場し、上田初美、香川愛生 里見かなのタイトルホルダータイトル経験者を連覇し、鬼門だった、ベスト4の壁を突破。さらに、8月31日の準決勝の勝利は、里見が更新中であった、女流公式戦の最多連勝記録を21で止めた、特筆すべき一勝であった。9月11日の挑戦者決定戦でも、タイトルホルダーの海ともみ倉敷投下に勝ち、自身初のタイトル挑戦となった。 また規定により、同日付けで、女流二段に昇段した。奨励会時代からのライバルである、加藤桃子との五番勝負は、第六局までもつれる熱戦となったが、2勝3敗1、持ち将棋で惜しくもタイトル獲得はならなかった。10月27日には、第27期女流王位戦予選決勝で、竹部さゆりを破り、挑戦者決定リーグ入り。リーグ戦では三勝二敗で、 リーグ残留。第43期女流名人戦でも予選を勝ち抜き、女流名人リーグ入りを果たした。2016年度第43期女流名人戦、挑戦者決定リーグでは5勝4敗で、リーグ残留。第28期女流王位戦挑戦者決定リーグでは、白組で優勝し、室谷幸、中村マリ花ナ、海智美、清水一オらを連覇して5戦。 全勝、2017年3月13日に行われた赤組優勝の本場さゆりとの挑戦者決定戦を制し、二度目のタイトル挑戦を決めた。女流騎手枠で出場した男性騎戦では第88期棋聖戦の一時予選で宮田敦史に勝利した。2017年度第28期女流王位戦五番勝負では里見香な女流王位に対して 第4局までで2勝2敗、2015年度の第5期女流王座戦に続いて最終局までも連れ込む、熱戦となったが、第5局で敗れた伊藤は2勝3敗で敗退。続いて登場した第39期女流王将戦3番勝負、第25期倉敷東下戦3番勝負、第44期女流名人戦5番勝負では、 三シリーズともタイトル保持者の里見かなにストレートで敗退し、初タイトル獲得はならなかった。四シリーズ連続の敗退が決まった女流名人戦第三局で終局後の伊藤は涙を見せた。2017年度の伊藤は第44期女流名人戦挑戦者決定リーグで8連勝して最終一星対局を待つことなく優勝、挑戦権獲得を決め、 6つの女流タイトル戦のうち4つに登場するなど、今季、大ブレイク、スポーツ放置、と評される活躍であった。ただし、男性棋戦では0勝5敗の年度成績と、振るわなかった。2018年4月2日に発表された第45回将棋大賞では、優秀女流棋士賞、女流最多大局賞を受賞した。2018年度第40期女流王将戦。 挑戦者決定戦で、加藤桃子に、第8期女流王座戦挑戦者決定戦で、清水一世にそれぞれ敗れ、超決での敗退が続いた。しかし、第45期女流名人戦挑戦者決定リーグで、11月13日の最終一斉対局を7勝1敗の首位で迎え、相川遥に勝って挑戦者決定リーグ優勝。 二期連続での女流名人戦挑戦を決めた。第1回アベマ TV 女流トーナメントの決勝3番勝負で、里見香奈を2勝1敗で下して優勝し、同期戦の規定により、男性棋戦である第2回アベマ TV トーナメントへの出場権を獲得した。2019年1月20日に開幕した、里見香奈との第45期女流名人戦5番勝負では、 1> 第1局、第2局を連敗して、ストレート負けの危機に追い込まれた。続く、第3局では干渉し、里見への連敗を10で、女流名人戦五番勝負での連敗を5でそれぞれ、止めた。しかし、2019年2月18日の第4局で敗れ、シリーズ通算1勝3敗で敗退。一方、女流名人を防衛した里見は、 女流タイトル戦最多連覇大記録となる10連覇を達成した。男性棋戦では5勝5敗の年度成績を上げた。2019年4月1日に発表された第46回将棋大賞では2年連続2回目となる女流最多大記録賞を受賞した。2019年度2019年4月26日、第1期ヒューリック杯精霊戦。 予選5回戦で、小高咲子に勝ち、勝ち数規定により、女流三段に昇段した。第27期大戦名人杯倉敷投下戦では、9月24日の挑戦者決定戦で、加藤決理愛に勝ち里見かな倉敷投下への挑戦権を獲得したが、三番勝負では1勝2敗で、敗退し初タイトル獲得ならず。一方、倉敷投下を防衛した里見は、 本気戦において最多タイとなる通算10期獲得を達成した。2020年4月1日に発表された第47回将棋大賞では2回目となる優秀女流騎士賞3年連続3回目となる女流最多タイ曲賞を受賞した。2021年度第14期マイナビ女子オープンでは3月15日の挑戦者決定戦で 塚田恵美理科に勝ち西山智香女王への挑戦権を獲得したが、5番勝負では2勝3敗で敗退し、またも初タイトル獲得ならず。8月18日、新型コロナウイルスに感染したことが、日本将棋連盟から発表された。これにより、第48期女流名人戦挑戦者、決定リーグにおける8月20日の対、 北村慶華女流初段戦及び8月25日の対加藤慶女流二段戦が延期された。9月3日、症状消失による復帰が発表された。第48期女流名人戦では、女流名人リーグ最終日の11月25日に発勝1敗で1位となり、 2022年1月16日より始まる五番勝負で、里見かな女流名人に挑戦することになった。受けを重視する気風で、攻め将棋が多い女流騎士の中では異色である。流行に左右されず、自分ならではの、型で戦う。2017年度の第28期女流王位戦五番勝負で、インターネット中継の解説を務め、同じ時期に、 第89期規制戦の一時予選で伊藤と対局した大平武宏は伊藤の気風を下記のように表した。接近戦に強く、混戦で力を発揮する印象、大平武宏、渡辺弥生は形にとらわれずに相手の攻め駒を金銀で攻める、受けが強い気風、と表する。ディズニー好きで、機械最強のディズニーファンと言われるほど、特に、 熊野プーさんが好き。5歳上の兄が、奨励会に入ったのを追う形で入会。尊敬する人物は、師匠の屋敷信之。アジア大学経営学部出身。将棋の一芸入試枠で入学し、会計学を学んだ。商談、昇級規定は、将棋の段級を参照。登場回数8回、獲得例非公式戦優勝。ありがとうございます。